こんにちは。ソプラノ歌手でヨガインストラクターの森香織です。今日は夜質のいい睡眠をとるための夜のヨガをお届けしたいと思います。はい、夜のヨガ、寝る前のヨガを始める前に少しお話しさせてください。体っていうのはね、寝る前の状態をそのまま覚えてしまって朝を迎えるんだそうです。ということは、寝る前に体が重だるかったり凝ってるなっていう状態で寝てしまうと、朝起きた時にそのまま重だるくて凝ったまま目覚めてしまう、一日が始まってしまうということです。私も経験があるんですけれども、寝る前にね、少しでも体をほぐしてあげると睡眠の質も上がりますし、翌日朝元気に目覚めることができます。ということで、今日は簡単にできる椅子ヨガで寝る前のヨガをお届けしたいと思います。で、今日は健康のつぶやきはお休みにします。その代わりに、そのまま椅子ヨガが終わった後に心地よく睡眠に入っていただくためのガイドを入れたいと思いますので、ぜひそのままお休みください。でね、気をつけることは、椅子に座った状態でガイドを聞いていただくと、もしかしたらガクッとこう行ってしまう場合もありますので、ヨガが終わったらもうお布団とかベッドに横になっちゃってください。で、そのまま大の字になってガイドを聞いていただくってことをお勧めします。心地よく眠りに入れると思います。もちろん椅子のままでも構いません。それでは始めていきましょう。まずは猫のポーズですね。ここはいつも同じです。はい、膝の間に拳2つ分、手のひら上向きで太ももの上です。ではまず背骨をほぐしていきましょう。まずは座骨を感じて、骨盤を立てて背骨をスッと伸ばします。息を吸って吐きながら骨盤を後ろに倒して、背中を丸めておへそを見ます。吸いながら骨盤を立てて、背中を反らせて斜め上を見ます。吐きながら骨盤後ろです。目を閉じられる方は閉じて体感じてみてください。吸って背骨を反らせます。胸を開いて目を閉じたまま斜め上、吐いて骨盤を後ろへ。一呼吸ごとに背骨周りの筋肉が緩んでくるのを感じましょう。吸って骨盤を立てて胸を開きます。あと一回いきましょう。吐いて骨盤後ろです。背中丸めて、吸って骨盤を立てて背中反らします。吐いて真ん中に戻りましょう。少し体を感じます。ではゆっくり目を開いてください。次に肩をね、軽くほぐします。両腕を上に上げたら、肘をね、掴みます。もうこれで肩のね、下、脇の下が伸びていると思いますが、ここでしばらく呼吸してみましょうか。鼻呼吸です。吐くときに肩ちょっと下ろしてみましょう。頭にね、腕が乗っかっちゃってもいいと思います。肋骨が開いていますので呼吸がしやすいです。で、吸って肩を下ろしたまま肘をちょっと上に持ち上げたら、吐いて後ろに肩甲骨をね、肩をちょっと後ろに引いてあげましょう。少し呼吸します。胸の上が広がりやすくなっています。次、左右へ倒していきますね。吸って吐きながらゆっくり右へ倒れていきましょう。左の座骨が浮かないように、ここでちょっと呼吸しますよ。吐いて少しまたね、脇腹が伸びてきたら右へ、目を閉じましょう。肩が上がってこないようにしてあげると、脇腹がじわじわと伸びます。はい、では吸いながらまっすぐ戻ってきたら、吐いて今度反対側、左ですね。まだちょっと硬いかなという感じでしょうか。このまま呼吸を続けます。吐くときに肩をね、ちょっと下ろしてあげましょう。そして右の座骨をしっかり椅子につけて、
また呼吸します。少しずつ無理に引っ張ることのないように脇腹を広げます。ゆったりした呼吸で気を落ち着かせていきましょう。はい、じゃあ吸いながらゆっくり戻ってきたら、手をほどいて膝の上に手のひら上向きで、目を閉じたまま体を感じましょう。ゆっくり目を開いてください。では少しねじりましょうね。背骨を中心にねじってあげることで自律神経が整いやすくなります。足を揃えたら右足を左足に乗っけて、足を組みますね。下の足しっかり支えておいてください。そのまま右を向いて両腕をだらんと落としておきます。肩の力抜いておきましょう。座骨両方均等についていることを感じましょう。一度息を吐いて、吸いながら背骨に沿って呼吸を頭頂まで入れます。吐きながらゆっくりねじっていきましょう。右肩の向こう側を少し見る感じ。そして呼吸を続けます。吸う時に座骨から背骨頭頂まで吸って、吐く時におへそからねじる感じ。手の力は抜いたままでやっていきましょう。目を閉じて力が入っているところがないか感じてみてください。ぐいぐいやってしまうと痛めやすいです。無理やりほぐそうとしなくて大丈夫ですので、呼吸をたっぷりしながら少しだけねじることに集中してみましょう。寝る前ですからね、あんまりぐいぐいやらない方がいいと思います。はい、じゃあ吸いながら正面に戻ってきたら、両手を膝の上で重ねて一旦腰を緩めます。頭を落としましょう。吸いながらゆっくり起き上がってきます。では足を変えましょう。今度は左足が上ですね。土台しっかり作ってから左に両手をだらんと落とします。一旦ここで座骨、両座骨を均等に感じます。息を吸って背骨を伸ばして、吐きながらゆっくりねじっていきましょう。おへそからねじります。手はリラックス。目を閉じて、呼吸を感じながらほんの少しでいいです。ねじってあげましょう。呼吸が背骨を通ってるイメージ。してあげると自律神経が整いやすくなります。肩リラックス、お尻もリラックス。ゆっくり深い呼吸をして体を緩めていきましょう。はい、では吸いながら正面に戻ってきたら、両手を膝の上で重ねて腰を緩めて頭を落とします。ゆっくり起き上がってきましょう。両足を下ろしたら、ここからさらに体全体を緩めていきます。少し後ろに腰掛けましょう。そして右足を椅子の上に乗っけます。で、両肘を掴んで抱えますね。おでこを膝につけるようにして、ここで呼吸してみましょう。吐くときに肩がリラックス。吸うときにお腹や胸と太ももが触れ合うのを感じながら深い呼吸を続けます。
吸うと背中が広がり、吐くとお腹がへこんで、一呼吸ごとに体の内側緩んでいくのを感じましょう。ゆっくり頭を起こしたら足を変えます。左足を持ち上げて、両肘をつかみます。吐きながら前に倒れて、おでこを膝へ。このまま呼吸です。一呼吸ごとに体の内側が緩んで、呼吸が深まることを感じましょう。呼吸は内臓マッサージにもなります。そして背中が広がることによって、背面のマッサージにもなっていることを感じましょう。では両足抱えてみましょう。肘をつかんだら、吐きながら頭を落として、ゆっくりたっぷり呼吸してみてください。吸いながらゆっくり頭を起こしたら、両足を下ろします。膝の上に両肘を乗っけて、もう少し緩めていきましょう。頭を落とします。肩の力を抜いて、たっぷり呼吸を続けます。お腹が緩んでいるので、とても穏やかに深い呼吸ができます。吸いながらゆっくり体を起こしたら、椅子にもたれます。一番リラックスできる姿勢で大丈夫です。手のひら、太ももの上。ここで横になりたい方はお布団に入っちゃってください。仰向けで手のひら上向き、足は軽く開いた状態でガイドを聞いていてください。体の各部分に意識を向けてリラックスしていきます。両足、足の指先、足の裏、かかと、足首、すね、ふくらはぎ、膝、膝の裏側、
太もも、太ももの後ろ側、股関節。これで両足の力が抜けました。両手、手の指先、手のひら、手の甲、手首、腕、肘、二の腕、脇、肩、両腕の力が抜けました。お腹、脇腹、肋骨、胸、鎖骨、お尻、腰、背中、肩甲骨、首の後ろ、頭の後ろ、頭のてっぺん、髪の生え際、額、眼球、ほっぺ、口の中の噛み合わせ、喉。これで体全体の力が抜けました。今、体は安心してリラックスしています。今、心も体も安心してリラックスしています。今、頭の中も体の内側、すべての内臓も、すべての血管、すべての神経、すべての細胞までも安心してリラックスしています。今日も一日お疲れ様でした。ゆっくりお休みください。